郎です。は？本日も燻製やっていくんですけど、は？今回も皆さんのリクエストに、お答えしていきたいと思います。今回のリクエストはこちら、タスクさんからのリクエストです。ちいかわの燻製をやってほしいとのことでした。ちいかわの燻製ね、一般的ですけど、すごいとても一般的ですけど、は？まあですね、燻製の、初心に帰るみたいな意味合いでもですね、ちいかわの燻製、久しぶりに、やってみたいと思います。は？はい、ここに3匹のちいかわがいます。今回はこのちいかわたちを、燻製していきたいと思います。は？ではやっていきましょう。燻製チップはもちろんヒッコリー。では燻製していきましょう。ヒッコリーのチップを入れ、燻製器にセット。クッキングシートを小さく切って並べていきます。これはなんとなくです。ここでちいかわ召喚。燻製といったらちいかわですよね。は？着火。は？チップが燃えて煙が出てきましたね。そうなったらあとは閉めるだけ。燻製されるまで待ちます。どうやら燻製できたみたいですよ。ちょっとじっくり見てみましょう。いい感じにいぶせてますね。は？素晴らしい出来です。ちいかわの燻製完成。は？はい、ちいかわの燻製が完成しました。ちょっと3体いるんで、1匹ずつちょっと見ていきましょう。まず1匹目。おー、なんかすげー平べったくなりましたね。何これ？は？2匹目。あ、これもなんかちょっと平べったくなりましたね。あ、このお手手に持ってるシュークリームかクッキーかわかんないですけど、これもいぶされてね、とても美味しそうな感じになりましたね。心なしか表情がなんかめっちゃうめえから、これバチクソうめえんだけどみたいな表情に変わったような気もしますね。は？そしてなんでしょうね、ハワイ旅行に行ってきたんでしょうかね。ハワイ旅行かなんかに行ってきて、肌がねすごく日焼けしておりますね。何これ？は？3体目。はい、誰だよ、ちいかわ燻製したいとか言ったやつ。なにこれ？あ、匂いすげえ燻製。は？あ、すげえ燻製フレーバー。は？あ、でもなんか変な匂いもする。で、なにこれ？は？まあでもせっかくなんで、自分家の家宝にしたいと思います。は？これは食べられないし、特にあと言うこともないので、動画を終わりにしたいと思います。佐藤花太郎でした。じゃあね。なんだこの動画。は？